なんか今日は暇ね。近くで合戦があるからもうみんな家から出ないのかもしれないわね。もうしょうがないからまあ今日はお店閉めちゃいましょうかね。閉めちゃいましょう一旦ね。そうって言ってたらご来店、しかもお侍さんいらっしゃい。一元さん、そうそう、うちはおけが様バーですから全員おけが様です。え、知らないの？世の中には男がいるでしょ、女がいるでしょ、その狭間にいる私たちみたいなのをおけが様っていうの。だからといってそこに戦いがあるわけじゃないの。あるとすれば同じ男を取り合う時ぐらい。じゃああるんじゃないかって。もうやぶさめちょっと待って、お侍さん待って、せっかく来たんだから飲んでってちょうだいよ。やだよって。もうすよねいいじゃない、いいじゃん飲んでって。他の店やってないから飲んでって。やだ気持ち悪いって。さすがに今の発言ご成敗式目いいじゃん飲んでってね、他空いてないからいいじゃん。仕方なかろうって。もうすよね、もうすよね。どうぞこちらね、お酒でいいかしらね。はいはい、どうぞ。私もいただいちゃおうかしら。怒らないぞって、ほんと憎らしい。もう踏み足してやるまあいいわ、いただきます。はい、乾杯。おきくって言います。そうそう、うちはねもうみんなおけはざまなんです、働いてんの。そうそうそう。あ、おしんちゃん、べっぴんさんだねって私を目の前にして、ほんと申すよね、申すよね。そんな目の前で堂々と言われたらもう嫉妬で心が百姓一揆でもねやっぱりね人気あんのよ、うん、もう見た目完全に女じゃない。そうそうそう、もう理由がない、開婚しちゃってんだから。そうなのよ、体中開婚しちゃって。うちの子たちがみんな、あの子じゃない、あの子だけじゃない、みんな開婚しちゃって、同じお医者さんのところであれ取っちゃって、もう刀狩りっつって刈られに行ってんだけどね。すごいのよ。でもおしんちゃんなんかもう上の方も開墾しちゃってんだから。そう、見せてもらったの。そしたらね、本物みたいのが2つくっついてて、もう安土桃山すごいのよね。そうなのよ、うん、私はね開墾してないの、うん、やっぱり親からいただいた体じゃない。だからね、うん、刀もついてるし古今和歌詞もついてんのよそうでも大変よ、お手入れが。もうさ、もう見た目は女かもしれないけど、もう体もさ、まあまあ男なわけじゃない。だからお手入れ大変。もう体中の至るところから、もう東海道中膝くりげーっつって、そうそうそう、肘くりげーっつって無駄くりげがすごいのよ。だからそうなのよね、無駄くりげの処理が大変。ちょっと実編者一句っつって、そういう感じなの。そうあ、男はもうね1年以上いないかしらね。そうだから、もう私の港は鎖国状態。誰かたくましい黒船で来航してよ何隻も何隻も来航してよ快楽という文化を伝来してごめんなさいね今のでも素敵な笑顔ね、お侍さん、うん、タイプね、タイプ。結局まあ一緒にいて楽しい人ってことになるかしらね。うん、年かもしれないけどね、やっぱりイケメンとかそういうことじゃないね、お侍さんは。あ、そう、結局ね、うん、ちょっとやめてよ、なんで触るのよ。じゃやめてよ、どうせおけがさま哀れみのれ、それが発令しただけよ、やめてよ。いやだって私おけがさまよ、本名平八郎よそんなことはどうでもいいって。本当にあなたって人はもう平等院報道本当にいいの、ね、私で喜んで。じゃあこれからどうすれば。あ、合戦に行かれるのね。あ、だから来てくれたんだ、待ってます。はい、ご分を。ちょっとおしんちゃん、諦めかけていた幸せ、私の方が先に掴んじゃうかもねそんなことより透明眼鏡を用意して。透明眼鏡ありがとう。生涯連れ添う人の戦う姿は目に焼き付けておかなくちゃ。いたー、始まった。すごい勇ましい勇ましい、戦闘行ってる戦闘行ってる。でもすぐ死んだ、もうやぶさめー